なるほど、ご無沙汰しております。今日はすみません、突然お呼び立てしまして、こちらこそありがとうございます嬉しい。機械だ01の今日ね、紙芝居にほんの一言だけなんですけれども、特別にちょっと僕が無理を言いまして、ちょっと参加していただきまして、まあ、一言だけですから、まあ、ご感想はと言われてもあれかもしれないですけど、ああいう、なんていうかな、紙芝居みたいなものっていうのは、やっぱちょっとご記憶の中あります？なんか見たことあるみたいな。子供の頃に見たことある方ですか？テレビでやってるところを見たことがあるぐらいですね。実際にその例えば、どっかの神社でやっているとか、そういうところはまだ足を運んだことはないです。そうですよね。だって世代的には俺も生では見たことないんですよね、やっぱり女性の声はね、女性にやっていただくのが、多分聞いてる方、見てる方も聞きやすいと思いますしね。普通の台本とかそういうのとちょっと違う感じでしょ。自分でも初めて紙芝居を読んでみて、自分が思ったのと違う声が出たことにびっくりしましたね。あ、なるほどね。乗っちゃった森さんの声に乗って、ボッてもっと高くいくのかなと思ったの、自分が、自分が普段高い声だから、って言ったのが、とっても不思議な現象だ。やっぱりね、マジックにかかっちゃった。いや、謎の美少女なんで、リエコっていうのはね。だからやっぱり、流れ聞いてて、めぐみさんが、この役はこういうシチュエーションだからこういう声だなって、多分自然とナチュラルにそういう風なモードになったのかもしれないですよね。難しいですよね、突然私知ってるわっていうのは。英雄星チャンネルの時間です。若藤です。西です、はい、本日は俳優の森一馬さんお越しいただきます。はい、そうですね。以前松山 の舞台に出演されてた時に、うち、に遊びに来られて、紙芝居見つけてちょっとやってみるってやられたら、その水準の高さにもぶった上げてしまって、でいつかこの YouTube の中でもやってほしいと思ってたら、まあじゃあやってみようかっていう話になって。どういったきっかけで生で 見れたんですか？森さん演技指導とかもすごいされてる方なので、これはすごい格好 その材料やと、演技を教えるための、これやりたいっていうんで、すごい気に入っていただいて。正直我々の世代って紙芝居ギリギリ、まあ知ってるっちゃ知ってるけど、そんなリアルタイムでその飴舐めながら公演で見たぐらいはないんですけど、技術的にっていうか、なんていうかな、文化的には舐めてたんですよ、まあ正直誰でもできるやろ紙芝居ぐらいっていう感覚、お母さんとかね、保育園の先生とか平気でやってるしと思うじゃない。あのレベルなんで素人でもできると思ってて、まあリハでちょっと見させてもらったら、とんでもない劇場ですね。とんでもないでしょう。いや、あれ森劇場ですよ。はい、そう思います。僕も皆さんね、いや、たかが紙芝居やけど、さらど紙芝居なんですよね。そうなんですよ。決まった形っていうのがないんで。なるほど。やっぱ違う人がやったら違う世界の紙芝居になるし、これすごいことですよ。紙芝居って特徴的に当たり前の話は、絵が動かないじゃないですか。そうですね。要するに静止画面でいろんな声色を分けて、演出される、当然そしたら語り手によってイメージも変わる。そうです。それともう一つは、見ている人が同じ絵を見ててもそれぞれ印象全部違いますよね。違いますね。それってものすごくすごいことじゃないですか。いや、本当にね、日本古来からある和芸と一緒ですよ、落語とかね。ああ、本当そこまでいっちゃいますか。いや、そこまでいきます、ね、なるほど、見た目がすごい綺麗な湖があって、まあ浅そうだし、ちょっと、足突っ込んでみようと思って突っ込んだら、底なしだったっていう。分かりにくいわなんとなく分かったんで、早速行きましょうか。行きましょうか。まあ百聞は一見にしかずです。それではね、森さんね、ご招待したいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本の屋根といわれる北アルプスの山々、のどかな平和を楽しむ人々で山中の観光地はにぎわっていた。だが、赤井田三人衆、
そしてアンドロボットたちよ、我らが全世界を征服する日は近い。この日本を全滅させたなら、我々の目標は半ば成功したも同じだ。悪のサイボーグ、ハカイダー一味だ。なんと恐ろしいことだろう。この平和な日本を征服し、さらに全世界を征服しようとは。ハカイダー三人衆、そしてロボットたちよ。我々はこれまで予定通りに計画を進めてきた。だが、ただ一つ、ミスを犯した。ミス？それは何のことだ？たけしという少年を逃がしたことだ。すぐ探して連れてくるのだ。その頃、一人の少年がどこへ行くあてもなく観光客の間をさまよっていた。俺たちはハカイダー三人衆だ。お前たちを一人残らず引っ捕らえて細菌作戦の実験台にするのだ。逃げる奴は遠慮なく殺すぞ。うわ、化け物だ、助けてくれ。ハカイダー三人衆、電磁棒を操るシルバーハカイダー、電磁ムチがうなるブルーハカイダー、そしてミサイルボウガンを放つレッドハカイダー、三人は情け容赦なく罪のない人々を殺し、あるいは引き立てていった。その頃、東京の小さな寺の仁王堂で不思議なことが起こっていた。仁王の両目がピカッと激しい光を発し、カタッカタッと仁王が激しく揺れ出したのだ。そしてドバー、ゼロワン。日本中の科学者が苦心共同して作った機械だゼロワン。平和が乱されるとコンピューターが働き、一人でに動き出すように工夫されていたのだ。太陽電池をエネルギーとし、体中に大小数千個のコンピューターが内蔵されている人造人間機械だゼロワン。行け、正義の戦士機械だゼロワン、平和を守るために。たけしはどこにいる？お前たちのそばにいたのは分かっているんだ。ピシン！ブルーハカイダーの電磁ムチが飛ぶ。ムチを受けた人々や子供は激しく感電し、そして煙とともに消えてしまった。恐れおののく人々。ロボットたちよ、早く探してくるのだ。たけしは必ずこの近くにいるぞ。アンドロボットたちは音もなくすっと消えていった。ここは北アルプスの山深く作られたハカイダー基地の地下の研究室。シルバーハカイダー、完成したぞ。人間どもを跡形もなく消してしまうブラックウォーターが。ブラックウォーターは日本の、それも北アルプスの水源地の水からしかできない。そしてこれを大量に作り、水源地に流してしまうのよ。その前に捕まえた者どもに実験をしてみるのだ。その頃、たけし少年は自分が狙われているとも知らず、近くの子供と水遊びをしていた。僕、お父さんもお母さんも知らないんだ。おまけに今までどうしてたかもわからないんだ。変だね。昨日のことも覚えてないの？ガサッと木陰が揺れ、あの恐ろしいブルーハカイダーが立ちはだかった。あっ、化け物！とうとう見つけたぞ小僧。こっちに来い。たけしと三吉に飛びかかるアンドロボットたち、必死に逃げる二人。その時、どこからともなくトランペットの音色が聞こえてきた。だだ、どこだ、どこだ、どこだ。テルルテルルテルテルテルルテルル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 。あ、あそこだ。丘の上にすっ
と立つ一郎。悪のあるところ必ず現れ、悪の行われるところ必ず行く。正義の戦士、キカイダーゼロワン。チェンジキカイダーゼロワン。ゼロワンチョップ。アンドロボットを次々に投げ倒すキカイダーゼロワン。アンドロボットが一人二人と爆発する。おーい、こしゃくなキカイダーゼロワンめ。俺の電磁鞭を受けてみろ。パシッパシッパシッ。ブルーハカイダーの電磁鞭がゼロワンに当たってはスパークする。しかし、一瞬早くハカイダーの鞭が子供たちを絡め上げ、マシンで走り去ってしまった。しまった。逃がしたか。奴らのアジトはどこだろう。私、知ってるわ。木陰から声をかけたのは、戦いの一部始終を見ていた謎の美少女、リエコ。君は一体誰だ。ゼロワンの頭脳コンピューターが点滅する。そして、よし、乗ってくれ。ゼロワンのダブルマシンが矢のように疾走した。よいか、シルバーハカイダーとレッドハカイダー、ゼロワンごときを恐れてはならん。お前たち二人がプラスチェンジし、チェーンリアクターになれば、エネルギーは100倍にパワーアップされる。はい、ハカイダー。二人は敬礼し、消えて巨大な鎖のサイボーグに変身したのだ。それもただの鎖ではない、恐ろしいアトムのチェーンなのだ。一郎はリエコを外に残し、単身基地に潜入した。長い洞窟が続き、ようやく本部らしい岩室に突き当たったが、よく来たな一郎。だがこの岩室は閉じてしまうのだ。お前はもうチェンジできまい。どこからともなく声が響き渡り、カカカカーン。岩室が閉じられたのだ。しまった。これではチェンジできない。一郎のパワーは太陽の光が届かない場所では10分の1しか発揮できないのだ。死ねーゼロワン。とその時、ガガガガー、飛び込んできたのはあの次郎ではないか。飛びかかるアンドロボットたち、一郎と次郎はジャンプして、それぞれキカイダー、そしてキカイダーゼロワンにチェンジした。チェンジスイッチオン、ワン、ツー、スリー、チェンジキカイダーゼロワン。アンドロボットが次から次へと襲いかかる。レッドハカイダーのミサイル棒ガンが火を吹き、硝煙を吹き上げる。電磁棒を空中に固定し、大車輪キックを飛ばすシルバーハカイダー。ゼロワンとキカイダーは大苦戦に陥った。そしてグッ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 グー、不気味な音を立て、100倍にパワーアップされたチェーンリアクターがアトムを飛び散らせて迫ってくる。危うしゼロワン、キカイダー、ゼロワンカーッ、ダブルチョーッ、あーあーとばーばーばー。次々と倒れるアンドロボット、ゼロワンドライバー、吹っ飛ぶブルーハカイダー。兄さん大丈夫か。チェーンリアクターは原子爆弾に劣らない高エネルギーを発射するのだ。鋭い光を発し、ココーンという大音響とともに当たったものを爆発させてしまう。だがその時、ついに出たブラストエンド、デンジエンド。ゼロワンとキカイダーが空中高くジャンプし、クロスチェンジ、急降下してヘッドバットするのだ。100倍にパワーアップされ、加速したパワーは何者をも撃破してしまう。ゼロワンとキカイダーが一緒になって初めてできる必殺技なのだ。チェーンリアクターは大きなダメージを残し、次元装置が始動し始めた。ジロー、爆発するぞ。早くみんなを安全なところへ。カッ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 、ドバーン。大音響を残して爆発するハカイダーの要塞。ゼロワンとキカイダーは囚われた人々やタケシ、リエコなどをかばって避難させた。大丈夫か、タケシ君。うん、怖かったけど、なんともないよ。わあ、ゼロワンとキカイダーだ。強かったなー。ゼロワンとキカイダーはうなずき合い、がっちりと握手をした。地球ゼロワンめ。
よくも俺たちを痛めつけてくれたな。今度こそこの無知をゼロワンにお見舞いしてやる。レッドもブルーも大きなダメージを受け、サイボーグの部品が体のあらゆるところに飛び出し、煙を吹き出している。おのれゼロワン、おのれ機械だ。俺の罠を逃れたつもりか。必ず貴様らの命をいただくぞ。貴様らの死ぬ日は近い。ハカイダー四人衆は不気味な笑いを残して姿を消した。助け出された人々や子供たちは元気に帰っていった。しかしその中にあの美少女リエコの姿はなかった。さよならジローさん。手を振る人々に別れを告げ、一郎とたけしはダブルマシンに飛び乗って走り去った。続いてスタートする二郎のサイドマシン。かくしてハカイダー一味の世界征服計画はゼロワンとキカイダーのダブルチェンジによって打ち砕かれた。だが謎の少女リエコの正体は、そしてたけしの握る重大な秘密とは何か。たけしと共に一郎は行く。ハカイダーとの戦いの道を。